俺は今までの人生で一番大きな手術の執刀に成功し、勤務する病院のロビーで椅子に腰掛けていた。手術室から出てきた看護師や麻酔科の先生たちが俺に、お疲れ様でしたと頭を下げていく。しかし、よかったと安堵したのもつかの間、上司の越後がニヤニヤしながら俺のもとに歩み寄ってきた。そしてそのまま俺の隣に座り、こう言ってきたのだ。ご苦労だったね。ご苦労ついでに君はしばらく休むといいよ。どういう意味かわからず、俺は越後を見つめた。ん？意味がわからないのかな。君は首だよ、首。この手術は私が成功させたんだ。つまり君がこの病院にいては困るんだよ。さては成果の横取りというわけか。俺が成功させた高難度の手術をさも自分がしたようにするわけか。だが俺を首にまでするとは、こいつは相当頭が悪いようだ。俺は一切の反撃をせず、素直に解雇通知を受け取った。俺がいなくなったらどうなるのか、予想もできない奴らに付き合うほどお人よしではない。俺の名前は金城春樹。俺の少年時代には決して語るほどのことはない。ただ強いて言うならば、あまり裕福ではなかったということだろうか。貧しかったというわけではないが、かといっていつでも何でも買ってもらえるというわけではなかった。それに一つの習い事をするのにも、親を説得してどうにかこうにかお金を工面してもらって、ようやく通わせてもらっていた。だから何にでも真剣に取り組む姿勢というのはこの時に培ったのだろう。そんな子供時代の俺は、ある日自転車で転んだ。子供ならよくあることだが、俺の場合は打ち所が悪く、このまま放置すると歩けないかもしれないというレベルの怪我を負ってしまった。俺は手術を受けることになった。不思議なことに、手術を受ける前はあれほど痛く泣き叫ぶほどだったのに、病院に運ばれて麻酔で眠っている間に痛みはかなり引いてしまっていた。傷口にも清潔なガーゼが当てられており、傷口がどんな風になっているかは見えないようになっていた。数週間経ってガーゼが外されてみると、前まであったむごたらしい傷がつるりとした肌に戻っていたのだ。俺は感動した。魔法というのはこういうことなのではないかと思った。もちろん魔法なんかではないのは分かっていたが、それでもこのことは医学の素晴らしさに触れた子供が医療の道を志す要因になるには簡単なことだった。いつか自分もこんな魔法を使ってみたい。幼いながらそう心に誓ったことを今でも覚えている。家庭が裕福ではないので、医学部に進むことは簡単ではなかった。単純に学力だけの問題なら俺が頑張ればよかったが、医学部は金がかかる。奨学金を借りることも考えたが、あくまでも奨学金は借金であり、いつかは同じ額返さなくてはいけない。そうなると今は良くても将来の自分がしんどい思いをするのは明白だった。次に考えたのが学費免除かつ給料も出る医大だ。日本全土を探せばそういった特殊な学校はあるのだ。地元からは離れてしまうが、夢のためならば仕方がないだろう。俺は迷うことなくその医大へと進学することに決めた。医大で勉強した後は約10年ほど特殊な場所での勤務をした。普通の病院とは違う勤務場所では毎日が刺激的で、得るものはとても多かった。その後は民間の病院での勤務となり、激務ではあるが、自分としては充実した毎日を送っていた。充実した毎日ではあったが、一つだけ問題があった。先輩医師、つまりは上司の存在であった。この上司の名前は越後という。この上司の何が問題かというと、非常に病的に見えっぱりなのだ。ただの見えっぱりであれば面倒くさいおじさんで話が終わるのだが、この小男は他人から褒められたいがために、
俺が成功させた手術をさも自分が成功させたかのように吹聴して回る。何も知らない患者や医師からは、越後さん、さすがですね。あんな難しい手術を簡単に成功させるんですから。と、称賛を浴びせる。身に覚えのない偽りの賛辞を浴びて、越後は幸せをかみしめるのだ。俺はすごいんだと。当然、その悪行を知っている人もいる。一人目は院長の津田だ。津田も越後が病的な見栄っ張りということは知っている。なので俺が成功させたか越後が成功させたかという事実はしっかりと把握はしている。だがそれだけ。知っているというだけで何もアクションはない。津田からすると俺が成功しようが越後が成功しようが興味はないのだ。彼が興味を持つことはこの病院の発展だけ。自分の病院で手術が成功したという事実だけが大事なのであり、それ以外のことは眼中にない。もう一人は府庁の琵琶島さんだ。琵琶島さんは府庁として手術の記録やデータの管理もするので、誰が手術に参加しているかなどは把握している。琵琶島さんは院長と違い事なかれ主義ではなかった。いいんですかこのままで。彼女は俺を気遣ってか、それとも己の正義感のためか、俺に声をいつもかけてくれる。いいんですよ、功績云々よりも患者が一人でも助かったのであれば。俺は琵琶島さんにあまり大ごとにしなくていいと口止めをしているので、彼女もそれ以上突っ込むことはない。だが、あの小男、いつか地獄に落ちればいいんですよと小声でつぶやく姿を見ると、きっと俺を気遣っているのではなく、個人的に越後が嫌いなんだろうなと感じてしまう。確かに悔しくないのかと言われれば、多少思うことはある。だが、琵琶島さんに言ったように、俺は名誉が欲しくて医者になったのではない。ただ患者を助けたくて医者になったのだ。だから、俺が褒められなくても、称賛されなくても、俺は粛々と仕事をするだけだと、自分に言い聞かせてきた。幼少時代は裕福ではないがゆえに困ることも多々あった。そのおかげもあって越後や院長の態度には特に傷つくことはなかった。金城先生の手術の成功率はこの病院ではダントツで高いですよ。琵琶島さんが個人的にまとめているというデータを俺に見せてくれた。本当ですね。自分で言うのもあれですが、俺って結構優秀なのでは。データを見る限り、ぶっちぎりのトップだ。っていうか、こんな表よく作ったな。いつかネズミ顔の越後や、ごうつくばりな院長にギャフンと言わせるために作成したやつです。ネズミ顔って、ただの悪口ですからね、それ。複雑な心境ですよ。真実を知っている一部のスタッフからすると、金城先生が手術を成功させるのは嬉しいですけど、成功が積み重なればなるほど、あのネズミ顔がブク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 肥えたドブネズミになっていくんですから、虫唾が走りますね。まあ、確かにそれは一理ある。俺が成功した手術のほとんどの手柄は、越後が奪っていった。院内では越後は、超優秀な凄腕外科医と呼ばれているほどだ。気持ちよいものではないが、だからといって言い争うつもりもない。そんなこんなで、俺が勤めている病院では、難しい手術の成功例が多いとして知名度がどんどん上がっていた。そのことを一番に喜んだのはもちろん院長の津田だ。彼は今後も人気になると踏んで最新鋭の医療機械もたくさん導入していき、さらなる発展を目指していた。院長の目的はただ一つ、病院を拡大していくことなのだ。吐く息がうっすらと白くなり始めた季節のある日だった。その日を俺は忘れることができない。その日は手術の予定もなく、比較的まったりとした午前中だった。こういう業界にいながらまったりという表現をしていいのかはわからないが、緊急の手術や患者さんがおらず予定通りの時間が流れていく、そんな午前中だった。俺は看護師さんたちから患者さんの薬や経過観察の報告を受け終わり、休憩室で昼食をとりながらスマホをいじっていた。動画を見ているとニュースが流れてきた。
そこには塚本誠二選手交通事故ということが書かれていた。それと同時に美和島さんが休憩室に飛んで入ってきた。先生、緊急手術です。すぐに準備をお願いします。うちの病院に運ばれてきた患者はニュースに載っていた野球選手の塚本誠二だった。後から聞いた話だが、練習場から寮への帰宅途中で乗っているバスがトラックと正面衝突をしたそうだ。他の球団選手も怪我はしたものの、奇跡的に命に別状はないという状況だった。けれども塚本選手だけは大怪我をしてしまっていた。最寄りの病院に運ばれる予定だったが、怪我をした箇所が腕や足といった野球選手にとっては商売道具でもある部位の損傷であったため、実績のある病院がすぐさま探された。そこで最近手術の成功例が多いと噂されている病院へ搬送することが決まった。それがうちの病院だった。怪我も完治させて後遺症も残さない手術を要望しているわけだ。美和島さんは一番に俺に知らせてくれた。当然オペ室には各科のエキスパートが招集されていた。遅れて越後もやってきたが、あんたの出る幕はないと心の中で毒づく。ここまで汗が止まらなかったのは初めてだった。いつも手術は人の生命に関わることなので当然だが真剣勝負だ。だが今回は患者の人生の他にもかかっているものがあまりにも多すぎた。塚本を助けることができなければどうなるだろうか。彼の野球選手としての人生は文字通りに終わる。さらに彼を応援している子供たちや日本のファンたちは失望するだろう。どれほどの人間が今回の手術に注目しているか想像することは容易であった。そうなれば非難を受けるのは俺だ。いや、俺だけが受けるならもちろん構わない。だが必ず病院が標的にされる。ここで働いている人や入院している患者にまで迷惑をかけてしまう。そんな事態は避けなくてはいけなかった。塚本の骨は複雑に骨折しており、折れた骨の破片が周囲の臓器を傷つける可能性があった。神経などに傷が入った場合は最悪だ。慎重に破片を取り除く。また血管も傷ついており、出血量がかなりひどかった。輸血をしていてもショックが起きる場合だってある。多くの器具を使ってゆっくりではあるが確実に血管をつなぎ合わせていく。きっと事故の瞬間は強烈な痛みに襲われただろう。俺が絶対に元に戻してやる。必ず治してみせる。そう心で叫びながら手術を黙々と続けた。時間の経過も忘れ、無心で手術を行い、気がつけば傷口を縫合し手術は終了していた。無事成功したのだ。塚本のリハビリ次第ではあるが、順調に回復をすれば後遺症もなく完璧に元の選手生活に戻ることができるだろう。取材のヘリが病院屋上まで来る中、病院の名前を背負っているという意識で手術をしたのは初めてだった。手術室から出ると多くのスタッフが、お疲れ様、いや本当にすごいなと声をかけてくれた。改めて手術の重みを感じて涙がこぼれてきた。美和島さんは、先生は本当に希望の星です。私もありがとうございましたと涙をボロボロと流しながら頭を下げてきた。美和島さんが頭を下げることじゃないじゃないですかと思ったが、不調の姿が自分の涙でにじんでしまい、うんうんとしか言うことができなかった。一段落した後、俺がロビーの椅子に腰掛けていると、あの男が近づいてきた。金城先生、本当お疲れ様でしたね。越後だ。越後は手をポケットに入れたまま俺をねぎらった。冬の夕方は真っ暗だ。自販機の光や間接照明によって暗闇の中でぼんやりと浮かび上がる越後の姿は、その辺の幽霊が見てもびっくりするくらい不気味に感じた。いや、俺が感じたのは不気味さだけではないのかもしれない。本能的な嫌悪感。美和島さんが越後のことをひどく嫌う理由は、この嫌悪感が原因かもしれないと、その瞬間思った。
いや本当にご苦労だ。本当にね。俺は軽くどうもと言って会釈してその場を去ろうとした。おや、どこに行くんだい。俺はナースステーションに戻って、今頃記者会見をしている院長を拝んでやろうと思っていた。院長が何と言うのか見物だった。まあ俺の名前は出さないだろうが、それでもここまでのことをしたんだ、少しは褒めてくれるだろうさ。そう越後に伝え、戻ろうとした俺の背中に越後が強烈な一言を浴びせた。ご苦労ついでに君、しばらく休みを取ったらどうかな。しばらく休み。疲れているのか、越後が言った言葉の文字変換が脳内で追いつかない。硬直した俺をよそに越後は続けた。今回の大手術、この病院が創立して以来の偉業を収めたのは君ではなく私なんだ。まさかこの男、この手術まで横取りしようとしているのか。金城先生がいるといろいろと辻褄合わせが大変になってしまうからね。もう先生は大丈夫だよ。一体何が大丈夫だというのか。お前の頭こそ大丈夫か。いいかい、この手術は私がやったんだ。今までもそうしてきたじゃないか。今回はプラスで君がいなくなるってだけさ。越後がここまで言うということは、少なくとも院長は越後の手柄にすることは了承しているということだろう。それにしても辞めさせるまでしてくるとは俺も想像できていなかった。今日は疲れただろうが、可能な限り荷物をまとめて出て行ってくれよ。そう言って越後は真っ暗闇の中に姿を消した。俺はただ呆然と立ち尽くすことしかできなかった。何だったんだろう、あのプレッシャーは。たくさんの人に期待され、たくさんの人に助けてもらい、たくさんの人に感謝を言われたあの瞬間は何だったのだろうか。俺は決して名誉のために医者をしているわけではない。だが俺だって人間だ。ここまでコケにされても何食わぬ顔でいれるほど強いわけではないのだ。重い足取りでナースステーションにまで戻ると、モニターには院長と越後の姿が映っていた。院長は素晴らしく気持ちの悪い笑顔で、彼が今回の偉業を成し遂げた越後先生です、彼がこの病院のスターですよと越後を褒めたたえている。すべてがすべてどうでもよくなった。人の手柄を奪い、用済みになれば捨てる越後に、名誉や賞賛だけに執着し、大切なものを見失ってしまった院長。何も知らずに越後や院長を称えるマスコミたち。真実は全く違うのに知らないとは罪だな、と、こんな時に文学的なことを言ってしまった。ナースステーションには不穏な空気が漂っていた。多くのスタッフが、今回の手術も俺が執刀したと知っている。にもかかわらず、会見で褒められているのは越後なのだ。執刀医本人も暗い顔をして戻ってきたわけだから、周りの反応は概ね正しい。琵琶島さんが俺に駆け寄ってきた。まさか、あの男が？俺は力なくうなずいた。あの男、潰してやります。そう言って、どこかに電話をかけようとしたが、俺は制止した。もういいです。よくないです。と、琵琶島さんは怒鳴った。何がいいんですか？院長も知っているはずなのに、あそこに立つべき医者はあいつじゃない。あなたです。あなたがこの病院のスターなんですよ。それを知っているのに何もしないのは、私たちもあいつと同類になっちゃうじゃないですか。もういいんです。だって俺は、クビになったんです。琵琶島さんは、俺のかすれた声を聞いて、怒りが一旦停止した。クビ？他のスタッフもポカンとしていた。俺はもうこの病院の人間じゃなくなりました。もう無関係な人になってしまいました。琵琶島さんは次第に顔を紅潮させて震え出した。あの男、そこまでするんですか。力いっぱい握りしめた手を俺は包んで、今まで味方をしてくれてありがとうございました。俺は頭を下げてスタッフルームに行き、着替えや私物を持って
静かに裏口から出て行った。ここからは後日、琵琶島さんから聞いた院内の状況だ。俺が病院をクビになり、裏口から惨めに帰路についたあの翌日から、院内は大騒ぎになった。正確に言うと、院長が、だ。院長は俺がクビになり、病院を去ったことを聞いて、大激怒したのだ。院長は今まで俺の手術の成功を越後が奪っていたことを知っていた。それは自分の病院の評判が上がるのならば、越後の成果でも俺の成果でもどっちでもよかったからだ。ただ院長にとっては手術が成功するという事実は確約されたものでないといけなかった。そうでなければ評判が上がることはないのだから。そのため院長にとって俺の存在はかなり大きかったのだ。俺の性格を知ってか、俺が越後や自分に反論したり喧嘩を売ったりはしてこないだろうと考えていた院長は、越後の暴挙にも目をつむっていた。しかし、それが裏目に出てしまった。院長の黙認は越後の傲慢さに拍車をかけた。虚栄に満ちた欺瞞の心で支配された越後は、病院内で自分が一番偉いのだと錯覚してしまった。周囲からの俺への称賛を我が物にしていく中で、本当に自分はすごい人、凄腕の執刀医なのだと誤認してしまっていた。そのため俺に下した解雇通達は、院長は全く知らず越後が独断専行した結果だったのだ。そのことに激怒した院長、貴様、本を仇で返す気か。お前の愚行に目をつむってやっていたのに、こんなことをするのか。最初院長が越後を怒鳴りつけた時、当の本人は危機感のない顔で反論していたという。落ち着いてくださいよ。もうあんな若造がいなくてもこの病院の名誉は安泰でしょう。その言葉を聞いて琵琶島さんは鼻で笑ってしまったそうだ。越後先生は見かけ以上に脳内が空っぽなんですか。羨ましいです。越後は一瞬ムッとした様子だったが、すぐにいつもの下品な顔になり、部長、そんな私を邪険にせんでもいいだろう。私はこの病院のスターだぞ。状況のつかめていない越後に院長は切れ散らかした。ことの重大さに気がついてないのはお前だけだ。名誉が安泰なものか。これからどんどん高度な手術の依頼が来るぞ。一度でも失敗してみろ、すぐに評判は片落ちだ。貴様に金城君のような腕があるのか。いや、ないですね。琵琶島さんは間髪を入れずに言い放ったそうだ。彼がいないとこの病院は終わりだ。今すぐに金城くんを連れ戻せ。院長は最新の医療機械をローンを組んで購入していた。その返済期間はまだまだ残っており、当分返せる額ではなかった。しかし俺が高度な手術を成功させ、評判がどんどん上がれば降ってくるお金も多額なものとなる。それを見越した買い物だった。もちろんそれは俺が辞めないという条件があってのものだった。院長は俺が少なくとも自分からこの病院を辞めるということはないだろうと踏んでいた。そこに来て越後がミスを犯した。今この状況で俺がいなくなることは病院にとってとてつもないマイナスだった。もし手術の失敗が続いて評判が下がってしまえば、医療機械を購入した意味もなくなり、そこに残るのは多額の借金だけだ。当たり前だが、お前の給料から借金を返すことになるんだからな。覚悟しとけよ。土器以上のものを込めた言葉が院長の口から漏れ出る。自身の給料が下がることを危惧した越後はすぐに俺に連絡をしてきた。電話越しで必死に何かをわめく越後、ごちゃごちゃと何かを言っているが、ようやくすると、病院の名誉を下げないためにも戻ってきてくれ。そうじゃないと俺の給料が下がってしまって地獄を見る羽目になる、ということだった。この後に及んで自分のことしか考えられないとは、逆にかわいそうになってきてしまう。すみませんが、俺をクビにしたのはあなたですよね。どんだけ言われても戻る気はありません。俺の言葉に越後は文句を言ってきた。俺がこれだけ頭を下げているのに、どういうつもりなんだ。やっぱりお前も名誉が欲しかったんだろう。これ以上この人と話していても拉致が開かない。越後は何か叫んでいたが、途中で声が途切れ、
別の声が聞こえ始めた。金城くん、私だ、津田だ。今まで申し訳ないことをした。私は君をクビにしようなんてみじんも思っていなかったんだよ。越後のやつが勝手にクビにしただけなんだ。だからまた戻ってきてはくれないだろうか。院長は柔らかく、そして何よりも謝罪を口にしてくれた。しかしもう時すでに遅しだ。院長からその言葉を聞けたことは素直に嬉しいですが、もっと早く聞きたかったです。今さら言われても病院が経営難になってしまうことを避けるために言っているようにしか聞こえないんです。残念ですが俺はもう戻りません。院長は、そこをなんとか、なんなら越後君をクビにして君を外科部長にしようとまで言ってきたが、院長がだらだらと交渉している間に誰かが院長の手からスマホを奪い取って俺に声をかけた。すみません、会話を聞いていたらどうしても言わずにはいられませんでした。琵琶島さんだった。琵琶島さんは俺にそう言うと大きな声で、私もこんな病院今日限りで辞めさせていただきます。お世話になりました。どこかの漫画で聞いたことがあるようなセリフを吐きながら、ということで私もこの病院出ますね。金城先生、私はいつでもあなたの味方ですから、と言って電話を切ってしまった。琵琶島さんが辞める宣言をしたことで病院や越後に対して不満を感じていた他のスタッフたちも辞める決心がついたようで、一気に複数人の看護師やスタッフが辞める事態になった。優秀な医師や看護師、スタッフが一気に辞めたこともあり、津田院長が経営する病院は手術の腕が落ちたと噂になった。野球選手の塚本を救った病院はすぐにずさんな手術をするお粗末な病院という看板が貼られてしまった。急激に評判が落ちていった病院は医療機械のローンを返すことが困難になり、病院規模を縮小せざるを得なくなってしまったという。まあ俺には関係のないことだが、俺はフリーの医者としてその後も働くことにした。俺が周囲から称賛されるほどの腕前を持つことができたのは、自衛隊での勤務経験と海外で活動していた経験のおかげだろう。俺は特殊な場所で医療従事をしていたと言ったが、それが自衛隊や海外での病院勤務だった。自衛隊は戦争こそ参加するものではないが、危険な地域で活動することもある。その際日常では考えられない怪我などを目の前にすることが多々ある。日本にいては経験することができない症例に会うこともある。また海外での災害救助などにも参加することがあったが、想像を絶する地獄絵図を何度も目撃した。日本も地震大国と言われる国ではあるが、甚大な被害をもたらす自然災害は世界と比較すると少ないように思える。海外は日本よりも当然広いこともあり、多くの災害が日夜発生している。悲惨な怪我をする人も少なくはない。短期間で多くの手術を的確にこなす必要が海外ではあった。そうしなくては人の命を救えない。当時の俺は未熟なばかりに救える命を救うことができなかったこともある。もっと自分に力があれば、もっと自分に技術があれば、その一心で腕を磨き、一人でも多くの患者を救えるように努力してきた。そういった過酷な環境での医療従事が今の自分を作っていると確信している。甚大な被害をもたらした土砂崩れ、一つの町を壊滅にまで運んだハリケーンなどの過酷な現場での仕事をすること約10年、少し年齢を重ねてきたこともあり、昔より体力が落ちたと感じて民間病院に就職したのが5年前。その病院の上司が越後だったというわけだ。フリーとなった俺はまずは地元の病院と契約を結んだ。その内容は、高度な外科手術が必要な患者が搬送されてきたときは手術を請け負うというものだ。はじめは契約相手の病院の数は少なかったが、俺の手術の腕を見込んだ病院側が契約を継続させたり、口コミで広がって新規の契約が取れたりと、その業界ではそれなりに認知度が上がっていった。さらにその頃、塚本選手が驚異的な回復力を見せ試合に復帰していた。彼は手術を担当した医師として
俺の名前を出したのだ。越後ではないと発表した。あの意識が朦朧とした中でよく覚えていたなと感心していると、俺宛に連絡が届いた。塚本選手には真実を言っておきました。これで少しは院長たちに一矢報いることができましたかね。 PS、 私も家族と元気に過ごしています。他のメンバーも元気です。またいつかみんなでご飯でも行きたいものですね。琵琶島さんからだった。俺にとって母親のような人だったなと懐かしみながら、俺は次の手術に向けて準備を始めた。全国の病院から契約してほしいという声が飛んでくる。これも琵琶島さんや塚本さんのおかげだ。俺は住まいを東京に移し、要請があれば全国に飛んでいくという日々を送っていた。移動も長いし、疲れがたまるし、忙しいしで、本当に多忙な毎日ではあったが、一人でも多くの人命が救えるなら、俺にとってこれほどの幸せはこの世に存在しないだろうと感じる。かつていた過酷な現場で患者一人に対して使える時間は今よりも確実に少なかった。生きるか否かという残酷な現実が目の前に立ちふさがり、患者を連れて行こうとするのだ。それに比べて今は患者一人に対する時間を長く取ることができるので、その分真摯に向き合える。そして後遺症などが一切残らないように丁寧にかつ迅速な手術を行うように心がけられるのだ。ある時、地方の国道で大きな玉突き事故が発生した。怪我では済まない人たちも多数出た大惨事だった。いろんなところで人が苦しんでいる声を上げている中、俺たち医療従事者は全力で命を救っていた。その現場で見覚えのある医師がいた。彼は越後だった。彼もこちらに気づき、気まずそうにしていたが、ここは戦場だ。彼のことはひとまず置いといて、目の前の人命を優先した。医者として当たり前のことだった。数時間の激闘の末、多くの手術が終わり、事態も収束に向かっていた。術後、越後が俺に近づいてきて、頭を下げた。越後が言うには、あのあとさらに病院の評判はガタ落ちし、経営難に陥った病院はついに潰れてしまったという。そして琵琶島さんがリークしたことで、塚本選手が執刀医は越後ではなく俺であることが公表されたせいで、自分はどこに行っても白い目で見られてしまい、人手の足りない地方の小さな病院ぐらいしか雇ってもらえなくなったという。自分の愚行に気がつき、情けない気持ちと食材で心を埋め尽くして今日まで働いてきたという。俺は越後の肩に手を置き、どこの地方の病院だっていいじゃないですか。人の命が救えるって俺たちにとって幸せなことなんですから、と彼の今までの行いを許した。琵琶島さんだったら、ざまあ見ろとか言うんだろうかと思いながら。事故の連絡はいつ入るかわからないから、今暇だからといって居酒屋に行くことも容易にはできない。眠る時ですらスマホの音量を最大にまで上げて枕元に置いている。一度眠っている時に連絡が来て、緊急かと思い電話に出ると、もし琵琶島です、飲んでるけどどうですかとテンションマックスの琵琶島さんから連絡が来た。すみません、寝ます、おやすみなさいと言って秒で電話を切った。仕事を辞め、娘や孫たちと陽気に余生を過ごしている琵琶島さんは、病院では見せなかったほど柔和になっていた。琵琶島さんのせいで、おかげで少し目が冴えた。俺の部屋は殺風景だなと改めて思った。部屋の一箇所以外は必要最低限のものしかない。その一箇所には今まで助けた患者さんからの手紙や色紙などを飾っている。今朝も工場の事故で危篤状態だったところを助けた患者さんからの手紙が届いた。壁の手紙を眺めていると、どんな晩酌よりも幸せな気持ちになるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
君は会社にいらない。土下座するか首かどっちか選べ。そう言って俺に選択を迫ってくる課長。俺のことと祖父の後を継いでくれた彼女を馬鹿にされ、俺も堪忍袋の尾が切れていた。土下座するか、退職金1円で首か、選べ。じゃあ、やめます。退職金1円で首でお願いします。思わず売り言葉に買い言葉でそう返していた。正直、こんな人の下で働くのも嫌だと思っていたところだった。じゃあ、さっさと出て行け。土下座する気になるまで帰ってくるな。俺だから取れた契約があるとも知らず、最後まで俺を見下す課長。それもあり、俺はそのまま会社を辞めて出て行く。それから一週間後。今すぐ会社に戻ってきてくれ。その課長が俺に土下座することになる。俺は米田栄一。独身で恋人とかもいない。俺は田舎の酒蔵で営業をしている。自社製品を各地で取り扱ってもらえるように奮闘し、日々営業に励んでいた。おう、栄一。あ、じいちゃん、また顔を出してたのか。まあな。俺の祖父、米田源三は過去にこの酒蔵で杜氏をしていた。真剣に酒造りと向き合う姿や、他のクロードをまとめ上げる姿がかっこいいと、子供心に憧れていた。俺も大人になったら、じいちゃんみたいな杜氏になりたい。そんなことを思っていた。マジか、こんなに弱いなんて。しかし、大人になって分かったのは、自分がお酒に弱いという体質だった。ちょっと、栄一大丈夫？大丈夫。俺は、おちょこ一杯で顔が真っ赤になってしまい、二杯飲めば眠ってしまう。そんな体質に俺はひどく動揺した。時にはお酒の匂いだけでも酔いそうになるほどだ。そして、こんな体質では杜氏は愚か、クロードも務まらず、俺はその道を諦めた。しかし、日本酒への憧れは尽きず、営業として入社することになったのだった。うん、美味しい。本当はもっと飲みたいんだけどな。俺はそれでも味覚が鋭い自覚はあり、味の違いがよく分かった。酒の味は苦手だが、うちの酒蔵の酒は甘くフルーティーな香りと、すっきりとした辛口で飲みやすいというのは分かる。安酒などのアルコールが添付されているようなものは全く飲めないが、ちゃんとした日本酒は美味しいということはわかるし、少しだけなら飲めるのだ。大橋さん、今度のお酒はどう？栄一さん、今回もいいお酒ができましたよ。俺の勤める酒蔵では、現在は大橋舞という女性が杜氏を務めている。祖父は数年前に引退した。俺と祖父が一緒に仕事をしたことがあるのは数年だけだ。大橋さんとの付き合いの方が長いくらいだ。大橋さんはまだ若いがしっかりとしていて、祖父のお墨付きだ。大橋なら任せられる。この子ならいい酒が作れる。そう俺に紹介してくれたのだ。実際彼女は祖父の頃と遜色ない酒を作っていた。しかし、先代のファンのお年寄りは根強く残っていて、まだまだだなぁ、そう言われてしまうらしい。なかなか認めてもらえないですよね。そんな、こんなにいいお酒なのに、いつか認めてもらえるようにもっと精進しないと。どうやらそんな声が彼女の悩みの種になっているようだ。酒造りに関われない俺は話を聞くことしかできなかった。そんな中、営業課の課長が変わった。今日から課長として赴任した西田正義だ。新しく赴任した課長は西田といい、
別のメーカーから転職してきたのだった。それも大きな酒造メーカーから転職してきたらしい。こんな田舎のちっぽけな酒蔵の酒なんてな。そのせいか、うちの小さな酒蔵を最初からバカにしているようだった。それだけでも俺にとっては正直許せなかった。当時が若い女性だというのも西田は気に食わないらしく、あんな小娘に酒の味なんかわからないだろ。そんな風にバカにしているのを何度か聞いた。だから俺はこの西田のことが苦手だった。ヨネダ、お前の営業のやり方は手ぬるいんだよ。そうでしょうか。俺がそうだって言ってるんだからそうなんだよ。飛び込みで100件回ってこい。そんな。西田は俺に対しても見下したような態度をとってきた。その上、俺に無茶ぶりをしてきた。うちの酒蔵はそこそこ知名度があり、地元で愛されている酒だ。飛び込みで営業したところで販路など広がるはずがない。それを分かった上での指示だ。いいからさっさと行け。わかりました。ニヤニヤと笑う西田を睨みつけ、俺は仕方なく営業へ向かった。しかしどこの飲食店や小売業でもすでに取り扱ってもらっている状態だ。みんな俺のことも知っているのもあり、困ったように俺を見ていた。協力してあげたいけどね、もう扱わせてもらってるんだよ。そうですよね。まだ罵倒されないだけマシだろう。飛び込み営業なんてただ迷惑なだけだろう。そう俺はぼやくしかなかった。本当に西田には困ったものだ。退職した前の課長は温厚な人で、いつも部下のことを考えてくれる人だった。前の課長に戻ってきてほしい。そんなことを思いながら、俺は重い足で仕事をしていた。もっと売り上げを伸ばすために、もっと生産を増やすべきだ。ある時の会議で、西田がそんな主張を始めた。しかし、昔ながらの製法で混ざり物などなく作り上げる日本酒は、そう簡単に生産量を増やせるものではない。課長、それは無理ですよ。そうです、今以上に生産を増やすのは無理です。不純物が混ざりかねません。俺も当時である大橋もその意見には反対した。俺たちは自分たちの酒を愛するからこそ、西田のやり方を通すわけにはいかなかった。生産量を増やすためには蔵をもっと大きくしなければいけない。今はその時ではない。そして社長である東正彦さんがそう西田をたしなめた。そんな東社長の一言もあり、西田の意見は却下されることに。昔ながらのやり方でやっていればいずれ潰れるというのに。西田は自分の意見が通らなかったせいか、東社長が退席した後に反対した俺や大西さんに嫌味を言い始める。その声は次第に大きくなり、やがて怒鳴り声になった。若者は日本酒から離れ始めている。このままじゃダメだってなんでわからないんだ。頭の固い連中ばかりだよ。はあ、西田課長、おっしゃっていることは正論ですが、現実を見てください。そう伝えると西田は俺をにらみつけて出て行った。そんな彼に大橋さんと顔を見合わせてため息を吐いた。女性の当時が珍しいからもっと前面に押し出して広報すべきだ。西田は営業戦略会議でそんなことを言い始めた。今まで女だからとバカにしていたのに、急にそんなことを言ったことに嫌なものを感じていた。女の作ったものだって付加価値をつければどんなものだって売れるんじゃないか。女性を下に見た物言いと遠回しにうちの日本酒を侮辱した言葉に俺はカッとなった。一体彼女の何を知っているというのだ。どれだけ努力し、どれだけ悩みながら酒造りに挑んでいるのか俺は見てきたので、西田の言葉を許すことはできなかった。
うちの当時はそこら辺の酒蔵の当時には負けないほどの実力があります。知りもしないくせに適当なことを言うな。そして気づいた時にはそう怒鳴りつけていた。よ、米田、落ち着け。そうですよ、米田さん。そんな俺を周りが慌てて止めてきた。西田も声を荒げた俺を驚いたように見てくる。上司にそんな態度を取りやがって。だがすぐに悪態をついてきた。それからすぐとある悪趣味な噂が流れるようになった。俺が大橋さんをかばったから二人は何かあるんじゃないか。要約するとそんな噂だ。訂正も兼ねて誰が発端か聞いて回るとどうやら犯人は西田らしい。意見にも反対するし自分に怒鳴るしで俺のことを敵視しているようだ。ああ、大橋さん。あ、米田さん。いつも通りお酒頼むよ。噂は否定し続けているが、俺たちは周りの目もあって、今までのように会話ができず、ギクシャクしてしまった。おい、米田、お前のじいさんが先代の当時というのは本当か？ええ、まあ。誰から聞いたかわからないが、西田が俺の祖父が以前の当時だと知った。俺の返答に、西田はにやりと嫌な笑みを浮かべる。あの大橋って女がお前をたらし込んでじいさんに取り入って当時になったんじゃないか。そう言って笑う西田に頭が真っ白になった。尊敬する祖父と大橋さんを侮辱されて俺は激高してしまったのだ。俺の祖父も大橋さんも当時として自分の責任を全うしている。二人は誇りを持ってやってるんだ。二人の苦労も知らずに適当なことを言ってるんじゃない。米田さん。俺は思わず西田につかみかかってしまった。すぐに周りが俺を引き剥がし俺たちの間に割り込む。おい、こいつに暴力を振るわれたぞ。課長も落ち着いて。周りになだめられる俺に西田がそんなことを訴えていた。だが俺は手を出していない。さすがにそこまでするつもりはなかったし、すぐに周りによって引き離されたのだ。こんな奴は会社にいらない。西田も激怒しているらしく、周りの声が届いていなかった。君は会社にいらない。土下座するか首かどっちか選べ。そう言って俺に選択を迫ってくる西田。ちょうどいい機会だ。大切な二人をバカにされてまでこの人の下にいる必要なんてない。土下座するか退職金1円で首か選べ。じゃあやめます。退職金1円で首でお願いします。売り言葉に買い言葉で俺はそう宣言した。俺の言葉に西田はまたにやりと笑った。じゃあさっさと出て行け。土下座する気になるまで帰ってくるな。ええ、そうさせてもらいますよ。俺は荷物をまとめ、周りの心配そうな視線を無視してさっさと会社から立ち去った。そしてそのまま俺は会社を辞めたのだった。これからどうしようかな。それから1週間、俺は家で何もすることなくぼんやりと過ごしていた。あんな人のところに戻りたくはないが、他にやりたいこともない。愛しているうちの酒から離れるような仕事はしたくないし。暇そうだな、栄一。あ、じいちゃん。暇なら手伝ってくれてもいいんだぞ。そんな俺に祖父が声をかけてきた。祖父は現在米農家をしている。現役の頃は農作業ができない冬の期間に酒蔵で働いていた。見ろ栄一、俺の育てた米がこうやって酒になるんだぞ。当時、自分の育てた米が酒になることを喜んでいた。俺も純粋にすごいなぁと思っていた。しかし、年齢を重ねるにつれて、冬の寒さで体が次第にきつくなっていってしまった。そのため、
引退を決意して大橋さんに後を継いでもらったのだ。今では俺の父と兄と3世代で米農家を営んでいる。ちなみに父も兄もそれぞれサラリーマンであるため兼業農家だ。俺は酒造りより米を作る方が好きだし、サラリーマンの仕事も楽しいからな。俺も仕事の合間に米を作るくらいがいいんだよな。それが父と兄の言い分だ。二人とも酒造りにはそこまで興味がなく、サラリーマンに向いているのもある。そんな二人を母と兄の奥さんが支えており、気が合う二人には嫁姑問題もなく、うちの家族は近所でも仲良し家族と言われている。正彦から聞いたぞ。なんでお前が会社をクビになったのかをな。祖父は東社長から俺が会社で何をしてクビになったのか聞いたらしい。祖父と社長は長い付き合いだから、年の離れた友人のような関係になっている。俺からお前の上司に俺たちがけなされたことで孫が怒って言い返したことや、栄一の意見は間違っていないってことを雅彦に話しておいた。じいちゃん、栄一、俺はお前に会社に戻ってほしいんだ。その言葉に思わず俺は祖父を見つめた。祖父は優しい目で俺の頭を撫でる。酒が飲めないとはいえ、俺の酒造りへの思いを継いでくれるのは栄一だと思っていたんだ。昔から何度も言ってた夢を覚えてるか？うん、覚えてる。俺は昔から何度も祖父に自分の夢を伝えていた。祖父はそれのことを言っているのだろう。俺が作った酒を世界に広めたいっていう夢は諦めちゃったのか？じいちゃん悲しいの。ちょっと真剣な雰囲気だったのに、その泣き真似で崩れちゃったじゃん。わざとらしい泣き真似をする祖父に俺は思わず笑ってしまった。祖父はちょっとお茶目な人だった。俺は夏は田んぼで働き、冬は酒蔵で働く祖父が自慢だった。当時として周りの人たちに頼りにされ、出来上がった酒を大人たちが美味しそうに飲んでいる姿が印象に残っている。冬の凛とした空気の中で真剣に作業をするじいちゃんの横顔はどんなヒーローよりもかっこよかった。そうだ、俺はそんな姿に少しでも近づきたいと思っていたのだ。思い出した。ありがとう、じいちゃん。おう。今の自分はただ切れ散らかして勝手に出て行っただだっこのようだと反省した。謝罪しても、それこそ土下座しても会社に戻ることを決心した。栄一、会社から電話が来てるわよ。そんな俺のもとに職場から連絡が来た。俺は誰とも連絡を取りたくなかったので、スマホの電源を切っている状態だ。家の電話にわざわざ連絡が来たのを母が教えてくれた。もしもし、米田です。俺だ、西田だ。電話の相手は西田だった。謝罪をしようかとも思ったが、切羽詰まった様子にひとまず話を聞くことにした。今すぐ会社に戻ってきてくれ。そう切り出す西田。何があったんですか？いいから早く戻ってこい。俺が尋ねれば西田が大声で怒鳴り返してきた。その声は受話器から大きく響き、周りの人にも聞こえるほどだった。それに母と兄の奥さんが驚いたようにこちらを振り返っている。貸せ。あ、その時祖父が俺の手から受話器を取り上げて、静かにでもよく通る声で話し始めた。栄一の祖父です。以前はそちらの会社で杜氏をしておりました。孫がお世話になったようですな。まさか祖父が出るとは思っていなかったのだろう。受話器から漏れていた声が途端に聞こえなくなった。俺は心配から祖父を見た。
祖父はいつものお茶目な様子とは全く違い、真剣な様子で話していた。そちらの社長とは今でも懇意にしておりまして、今回の顛末も聞いております。随分と舐めたことを言ってくださったようですな。栄一のしたことは許されないことかもしれないが、貴殿も謝罪の必要があると思うのですが。茶化していたが、祖父は祖父で怒っていたようだ。こんな電話ではなく直接謝罪に来るべきでは。そうでなければ孫も会社には戻らんでしょう。電話なので西田が何を言っているのか俺にはわからない。だが祖父の表情は厳しいままだった。そして俺に受話器を渡してくる。あ、電話戻りました。米田栄一です。米田君、失礼な態度をとってすまない。電話先の西田は打って変わって静かに話し始めた。それと先日は本当に申し訳なかった。本来ならばそちらに謝罪に伺うところだが、緊急事態が起こっていてあなたの力が必要なんだ。戻ってきて力を貸してほしい。頼む、お願いします。電話越しでもわかる必死な様子。よほどの事情が起きているのだろう。わかりました、とりあえず向かいます。そう答えて電話を切った。そしてまっすぐに見つめてくる祖父と心配そうな母と奥さんに笑みを見せる。どうなるのかわからないけど、とりあえず行ってくるよ。そう告げて俺は一週間ぶりに会社に向かうことにした。どうするんだ、このままだと。わかってますよ。会社に到着すると事務所は騒然としていた。その様子に俺は一瞬固まる。米田くん、課長。俺の姿を認めたらしい西田が走って近づいてきた。そしてそのままスライディング土下座をするのではないかと思う勢いで頭を下げてくる。それに驚き声が裏返りそうになった。先ほどから中国語での問い合わせが来ていて誰も対応できないんだ。相手は君を出せとご立腹で、しかもかなり大口の取引先だと聞いて。その言葉に俺は状況を悟った。実は俺は日本語、中国語、英語の3カ国語を話せるトリリンガルなのだ。うちの酒を世界に広げるため身につけた能力だ。祖父や大橋さんの努力に負けないよう俺なりに努力した結果である。そしてその語学力を駆使して外国にも日本酒を売り出していた。確かに俺でないと難しいでしょうね。俺だから相手にしてもらったんですから。最近では特に中国からの問い合わせが多い。中国では富裕層を中心に日本酒の人気が高まっているのだ。それにより需要が多い。俺はそれを見越して積極的に営業を行っていた。中国語を話せるの俺だけですから。英語が話せる者は他にもいるが、中国語を話せるのは俺だけだ。そのため、中国との取引は俺が窓口となることが多かったのだ。そんな、知らなかった。君がそんな重要な人物だったとは。まあ、俺の能力に関係なくあんな態度をとっていいと思わないけど。そんな中、電話が鳴った。米田さん、中国の。わかりました。俺はそれを受け中国語でやり取りした。もともと相手は俺と何度も会話を交わしていた人物だ。向こうも相手が俺に戻ったことに安心したようで落ち着いて話してくれた。電話を置いてみんなに振り返ると固唾を飲んで俺の様子を伺っていた。大丈夫です、契約は継続してくれるそうですよ。このままだと中国への販路がなくなるところでした。そう言い、俺自身ほっと胸をなで下ろした。それは事務所の人間みんなそうだったらしい。よかった。米田さんのおかげだ。本当に助かった。そんな声があちこちから聞こえてきた。
米田くん、本当に申し訳なかった。君が来てくれなかったら、うちの会社は大打撃を受けるところだった。本当にすまなかった。どうか許してくれ。申し訳なかった。西田課長、顔を上げてください。西田は何度も何度も俺に頭を下げて、俺に謝罪してくる。俺はそんな西田に声をかけた。俺は課長に言われたこと、されたこと、すべてを許せるほど人間はできていません。そうだな。でも課長に対して苦手だと思って対話をしてこなかったのは俺自身です。腹を割って話せば分かり合えたかもしれません。これからのことも今までのことも思っていることを話し合いませんか。西田が俺の言葉にうなずき、みんなで話し合うことになった。それにより俺たちは会議室に移る。俺が大手の酒造メーカーから来てるのは知っているだろう。そこから小さな酒蔵に来たのはいいんだが、同じ酒の営業とはいえ随分と勝手が違うことに戸惑って、正直イライラしてたんだ。それで周りに当たっていた。本当に悪いことをしたと思っている。西田はそう言って心から反省している様子だった。俺たちも今までのやり方に固執していました。だから西田課長の意見に反対し続けて会えようとしなかったです。俺たちも反省すべきこともある。そこは変えていかないといけない。これから小さな酒蔵が生き残っていくためにはブランド価値を高めていく必要がある。希少価値を高めていくような戦略も必要なんじゃないのか。それでも昔からここの酒に親しんでいる人を無下にはしたくありません。親しみやすさとの両立を図るためにはどうすればいいかなどを話し合った。今までにない様々な意見が飛び交い、お互いの考えを知れたことで有意義な会となった。失礼するよ。お邪魔します。社長。話し合いも終盤となった頃、東社長と大橋さんが酒とつまみを持って会議室にやってきた。俺も含めてみんなが二人を見た。勤務時間は終わった。これからはブレイクオート行こうじゃないか。そう言って社長が酒を配り始めた。簡易的な飲み会が始まり、みんな笑顔で受け取った。やっぱり美味しいな。この味に惚れ込んで転職を決めたんだ。収入が減ったけど、それ以上の価値はあった。西田が独り言のようにつぶやいた。俺はその言葉を聞いて、思わず笑みを浮かべた。ちなみに、俺は酒が弱く、車で来ていたので酒は飲まずにお茶を飲んだ。米田くん、今回の退職は私の方でなかったことにした。ありがとうございます、社長。ただし、一週間休んだ罰として、みんなを家に送り届けるんだ。はい。そして、俺は休んだ罰として、社員を送り届ける羽目になった。ちなみに、俺が戻ったことで、切れかけていた中国との契約はすべて無事に継続。しっかりと会社の利益になった。大橋さん、君が女性だからと見下していた。本当に申し訳ありませんでした。いえ、西田課長は大橋さんにも謝罪した。しっかりと彼女にも頭を下げる西田。自分の先入観のせいで大橋さんにはひどいことを言ってしまいました。本当にすみませんでした。まあ、慣れていますから。大橋さんは少し困ったように答えていた。私は自分の性別なんて関係なく、お酒の味だけを見てほしいんです。そのためには、もっと頑張って美味しいお酒を作っていくしかないと思っています。だから、見ていてください。そう大橋さんは宣言した。そんな彼女を心からかっこいいと思った。それからというもの、社員は絆が強くなったと感じた。みんなが自社の酒に誇りを持って仕事をしている。営業するにあたっても自信を持っておすすめすることができた。
その強みが会社を成長させていく。西田課長、ちょっと確認いいですか？ああ。西田とも無事に打ち解けた。お互い譲れないところは尊重し合い、お互いに高め合える存在となっていた。最近では中国語を教えるようにもなり、海外進出も順調にいっている。その証拠に品評会では最高金賞を受賞した。やったな、米田くん。はい、俺の夢に一歩近づきました。まだまだこれからだ。お互いに頑張ろう。ええ、ついていきますよ。うちの酒はますます注目されることになるのだった。これは世界中のみんなにうちの酒の良さを知ってもらうために邁進することに。大橋さん、あ、米田さん、金賞ですよ。さすが、じいちゃんから受け継いだ杜氏です。あれ以降、大橋さんとも以前のように話すことができた。あの頃以上に美味しい酒を作ってみせた彼女を本当にすごいと思っていた。米田さん、実は金賞を取れたらお話ししようと思っていたことがあるんです。お話ですか？はい、以前に噂があってギクシャクしてしまった時期がありましたよね。ええ、ありましたね。あの時は大橋さんに迷惑をかけてしまうと訂正して回っていたな。祖父もそうだが、彼女が馬鹿にされるのも本当に嫌だったな。あの時、私、米田さんとならそうなってもいいなって思ってたんです。え？それで米田さんを意識しちゃってギクシャクしちゃったんです。顔を真っ赤にして伝えてくれる大橋さんの言葉を理解し、俺も顔が赤くなった。米田さんが辞めたって聞いた時、何とか連絡したんですけど出てくれなくて。ああ、電源を切っていたからな。俺もじいちゃんもわざわざ家の電話を教えていなかったし、その間すごく心配でした。だからもうあんな思いしなくてもいいようにって。はい。米田さん、私と付き合ってくれませんか？本当に大橋さんはかっこいいな。そんな姿に俺は惚れていたんだ。俺でよければぜひ。ありがとうございます。そのプロポーズは俺からさせてほしい。ぜひ。それから1年後、俺は舞さんにプロポーズすることに。みんなが祝福してくれる中、祖父はやっぱりなみたいな顔をしていた。じいちゃん、気づいてたの？わあ、お前らはお互いに鈍感で結婚式が見れるかどうか心配だったくらいだ。どうやら祖父にはお見通しらしい。そういえば、祖父は兄が奥さんと付き合い始めたのをすぐに察知していた。そういうのに敏感なのかもしれない。源蔵さんの目はやっぱりごまかせてなかったか。それを舞さんに話すと楽しそうに笑っていた。何でも舞さんは祖父に何度か俺のことを聞いていたらしい。それもあって祖父は俺たちがお互いにどう思っているか察したようだ。そういえば前から思ってたんだけど、舞さんはどうしてうちの酒蔵に？まあ珍しいからね、女が酒蔵で働くのって。うん、まあ西田さんが営業課長になる前にいた課長さんいるでしょ。その言葉に前の課長を思い浮かべる。確かあの人の名字も大橋だった気がする。あの人、私のおじさんなの。え、そうなの？うん、昔からおじさんがあの酒蔵のお酒が美味しいって褒めてたし、周りの人たちも美味しいって言ってたから興味があったの。それで調べてみたらその魅力に惹かれていったの。世間というのは結構狭いんだな。まさか退職した前の課長が舞さんの身内だとは思わなかった。実はね、周りもなかなか認めてもらえなかったけど、おじさんが認めるまでが一番長くて厳しかったんだ。へえ、あの温厚な人が？人に対してはね。
お酒に対しては鬼だったよ。そう言って笑う舞さんにつられて、俺も笑ってしまった。なんだか新しい一面を見た気分だった。米田くん、ちょっといいか？はい。実は頼みたいことがあって。ある日、西田に頼まれ事をされて、その内容に正直驚いた。彼の頼みは、今度米農家を手伝いたいというものだった。急にどうしたんですか？君のおかげで見聞が深まった。その上でどんな米があんな酒を作るのか知りたくなったし、自分もそこに関わってみたくなったんだ。西田はもともと真面目な人だったんだろう。あの時は思い通りにいかない日々にイライラしていたが、余裕ができた今はその勤勉さの方が目立つようになっていた。そうですね。秋に稲刈りがあるんです。ん？稲刈りは俺も手伝うんですけど、その時に西田課長も来ますか？ああ、ぜひ。きっと西田は想像以上に疲れるんだろうな。その後にうちの酒を飲むのは本当に至福だ。今から西田の反応が楽しみだ。それからしばらくして落ち着いた頃、俺は祖父と酒を飲んでいた。やっぱりうちの酒はうまいな。そうだね。実は俺ほどではないが、祖父も酒は強くない。父も弱いからうちはそういう家系なのかもしれない。兄は母に似たのか普通に強い。俺や父、祖父が寝てる横で母と兄が朝まで飲んでいることが多い。兄の奥さんがほどほどに飲む感じで、舞さんもそんな感じだから気が合うかもしれない。これだけでも酔ってきた。お前は本当に弱いな。笑い合いながら二人で一合を分け合って飲む。まあ酒が弱いと、その分いい酒を味わって飲もうと思えるからな。それは祖父の口癖だった。そして俺もそれに同意している。俺たちは自分たちの自慢の酒をゆっくりと味わう。源蔵さん、栄一さん、私も混ぜてくれませんか？あ、舞さん。おお、大橋、よし、お前も飲め。そこに舞さんも混ざる。舞さんもお酒を美味しそうに飲んだ。二人が守ってきたお酒、本当に美味しいよ。ありがとう。それと、そのお酒を世界に広めてくれてありがとうね。二人の存在があってこそだから、もっとたくさんの人に知ってもらえるように頑張るよ。このお酒をたくさんの人に味わってもらいたい。そのために俺はこれからも励んでいくことを決意した。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。10万円なんて小銭の仕送りはいらないわ。もっとよこしなさい。あんたみたいな寄生虫養ってあげたんだから、それくらい当たり前でしょ。それが嫌ならあなたとは絶縁ね。病気で生活が苦しいと言うから、自分の生活を犠牲にしてまで仕送りしていたというのに、もうこの家族とは縁を切ろう。そう思っていた次の瞬間、家の前に高級車が止まってあんなことになるなんて。これは両親を幼くして亡くし、壮絶な人生を歩んだが、信念を曲げずに日本を代表する編集者となった俺の物語だ。俺の名前は小倉健。一人っ子だった俺は、その分両親にたっぷり愛情を注いでもらいながら育った。俺の父は公務員で、母は看護師だったため、生活はそれなりに安定していた。そんな俺の楽しみは、休みの日に車で行く小旅行。母は看護師なので、休みが安定しているわけではなかったから、父と二人で出かけることも多かった。そしてその日は父も母も休みで、
久しぶりに家族で田舎の親戚の家に遊びに行く予定だった。しかしその道中、飲酒運転の車と正面衝突し、運転していた父と助手席に乗っていた母は意識不明の重体。後部座席にいた俺は運が良かったのか軽傷で済んだ。だけど両親はその日のうちに帰らぬ人となってしまった。そうして両親を失った俺は、母の妹のおば夫婦に引き取られることになった。その経緯は、当時小学5年生で両親を亡くしたばかりの俺には残酷な決まり方だった。なぜなら、誰も進んで引き取り手になろうとはせず、むしろそれを嫌がっていたからだ。結果的には母の妹夫婦が引き取ることになったのだが、話し合いの結果、しぶしぶといった感じで決まったことを今でも覚えている。そんな感じで引き取られた俺は、その新しい両親からはひどい扱いを受けていた。母は専業主婦なのに家事をすべて俺に押し付け、ちゃんとできなかったらビンタをされたり、実の息子の翼にだけ誕生日やクリスマスのプレゼントを渡したり、実の息子の方が可愛いのは当然だと理解していたが、さすがに目の前でそのことを見せつけられるのは辛かった。時にはその翼から陰湿な嫌がらせを受けることも。おいお前さ、血つながってない人から毎日タダ飯食べるのってどんな気分だ？こんなことを平然と言ってくるのだった。翼とは同級生だったのに、その環境から何もやり返せない自分が悔しかった。さらには両親が俺のことをすねかじりや寄生虫と陰で言っているのを聞いてしまったこともあった。亡くなった姉の子供だというのに本当に散々な扱いだった。そんな俺の心の拠り所となっていたのは、家から徒歩圏内にある図書館だった。亡くなった父が読書家だったことも影響して、俺は幼い頃から本を読むのが好きだった。特に小説を読むことが好きで、時には好きな作家の文章を真似して自分で書いたりもしていた。けれど学校でも地味だった俺は、一人で本を読んでいることでからかわれることが多かった。遊びたい盛りの小学生は読んでいる本を取り上げたり、読書中に近くでわざと騒いだりと、さまざまな手段を使って邪魔してくる。中でも一番やめてほしかったのは、秘密で書いていた小説を俺のランドセルから勝手に取ってみんなにさらされることだ。こいつ作文を書くのが趣味らしいぜ。うわ、何この話、妄想激しすぎ。小説に馴染みのない同級生たちからはそれはそれは嫌がらせを受けた。恥ずかしかったが、両親にバレるよりはマシだと思うことで、なんとか気分を紛らわせた。それでも俺は読書や執筆をやめようとは思わなかった。その時間が俺にとっては至福のひとときだったから。なので家事をしなければならないという理由でその時間が削られることがものすごくストレスだった。この時の俺の夢は出版社で働くことだった。小説家になりたいとも思っていたが、小学生ながら簡単なことではないと分かっていたので、現実を見ようと思っていたのかもしれない。小学6年生のある日、いつものように図書館へ行き帰宅すると、夕方だというのに珍しく家に誰もいなかった。それはそれでラッキーと思っていたのだが、リビングへ行くとテーブルに置き手紙があった。旅行に行ってきます。帰省中の分の旅費はもったいないので、浮いたお金で高級ホテルに泊まって美味しいご飯を食べてこようと思います。食事は自分で何とかしてください。
俺がこの家族に嫌われていることは分かっていたが、この時ばかりはさすがに答えた。とても悔しかったので、その手紙は捨てずに、見返すことができるその日まで取っておくことにした。旅行は一泊二日だったので、なんとか水だけで我慢できた。小学生だからお金もないし、頼れる友達もいないので、この旅行が一週間とかだったらどうなっていたのだろう。そう考えるだけで寒気がした。きっとこの家族は俺が亡くなっても何とも思わないんだろうな。中学に上がっても当然状況が変わることはなかった。そして俺の読書好きも変わることはなかった。スポーツに興味はなかったので、部活に入らず今まで通り読書に熱中した。学校の図書館に置いてある小説は全て読破。休み時間ももちろん読書に費やした。そんな学校生活を送っていた中二の冬、進路どうしようかな。普通なら高校へ進学するんだろうが、俺はもうあの家にいたくなかったので、就職も視野に入れて考えていた。出版社に勤めたいという夢も中卒ではつけないと分かったので諦めていた。俺の通っている図書館にはある時から年配の男性がいつも同じ時間に来るのを見かけるようになっていた。その男性が読んでいた小説がどうしても気になったので、俺は思い切って話しかけることにした。あの、その小説どこに売ってました？あー、これはもう廃刊になってるよ。そうですか。かなり年季が入っていたので、その予想はしていたのだけど、やっぱりそうか。すると落ち込んでいる俺にその男性が、私の宝物だから譲ってあげることはできないが、気になるなら貸してやってもいいぞ。本当ですか？図書館ではお静かに。思わず大きな声を出してしまい、司書さんに怒られてしまった。ありがとうございます。読んだらすぐに返します。またここに来れば会えますか？男性は優しく微笑みながらうなずいた。俺はその小説をその日のうちに読み切って翌日に返却した。その後男性に食事に誘われ、時間を忘れて小説の話で盛り上がった。いや、中学生とは思えないよ。月に何冊読んでいるの？30冊は読んでいます。1日1冊ペースか。本当に好きなんだね。その男性とは新刊が出るたびに読了後の感想を言い合ったり、時には討論にまで発展したりした。そしてある新刊が発売された時、この本は絶対ベストセラーになりますよと俺が言うと、男性はどうかなと渋い表情をしていた。そういう反応をされるのは今回が初めてではなかったので、大して気にすることはなかった。中3になり、いよいよ本格的に進路を決める時期になった。俺はこの時にはすでに就職することを決めていた。俺、就職します。あっそ、ならこの家も出ていくのよね。寄生虫がいなくなってせいぜいするわ。母はそう蔑みながらあっさり了承してくれた。翼は私立の高校に行くらしい。父は印刷会社を経営しているから、私立の学費を払うくらいの余裕はあるのだろう。しかし就職活動は予想以上に難航した。やはり中卒では厳しいのかなと心がくじけそうにもなったが、そんな時は図書館に行ってあの男性に話を聞いてもらっていた。学歴は必要ないと一概には言えないけど、学歴が高いことと
社会に出て活躍できることはイコールではない。ケン君はどうして高校へは行かず働こうと思ったんだい？両親を事故で亡くして母の妹夫婦に引き取ってもらったんですけど、そこでの扱いがひどくて、そこを早く抜け出したいという思いが一番強いです。それから俺はこれまで受けてきた仕打ちを全て話した。そうだったのか。それは辛かっただろうね。抜け出したい気持ちもわかるよ。すると男性は胸ポケットから名刺を差し出してきた。え？俺はその名刺を見て驚いた。実は小さいが出版社の社長をしているんだ。最近人が足りてなくてね。もしケン君が本を作る側に興味があったらここに電話してくれ。そう言って男性は席を立ち帰っていった。俺はその日のうちに連絡した。学歴で諦めていた出版社で仕事ができるなら小さくても構わなかった。後日会社に呼ばれ、社長と一対一で軽く面談をしてから俺の採用が決まった。これからは君が読者を楽しませる番だ。期待してるよ。頑張ります。卒業後俺はようやくあの家を出ることができて、晴れて出版社の社員となった。入社したての頃は覚えることが多くて大変だった。それでも職場の人たちに恵まれたので少しも苦しいとは思わなかった。仕事内容は誰でもできるようなことばかりをさせられていたので、早く本を作りたくてうずうずしていた。だがこれを乗り越えれば本を作れると思ったら、大変でも頑張ることができた。入社から数年が経ったある日、一本の電話が父から入ってきた。母さんがな、病気で倒れて入院したんだよ。看病でろくに仕事もできていないから金がないんだ。だから仕送りをしてくれないか。俺はこれまでの人生で誰からも頼られたことがなかったので、内心は嬉しい思いもあったけれど、俺をのけ者扱いして家族として見てくれなかったくせに、困った時だけそんな風に頼ってくるのかと苛立つ思いもあった。それでも亡くなった母の妹だと思ったら助けないわけにはいかない。そう思った俺は結局毎月10万円を仕送りすることになった。すると今度は大学生の翼からも仕送りを頼まれるようになった。父さんの会社最近ちょっと厳しいらしくてさ、小遣いがないんだよ。その時も俺はなんだかんだ了承して毎月3万円ほど仕送りをしてやることにした。次第に給料の大半を仕送りに当てていた俺の生活はどんどん苦しくなっていった。毎日豆腐や納豆、もやしだけで生活をやりくりする日々。母が退院するまでの辛抱だと思っていたが、次の月もその次の月も仕送りをしてほしいと言われるものだから、そんなに重篤なのかと心配になってくる。なのである時、父に母のお見舞いに行かせてくれと言ったら、今は面会禁止なんだなどと様々な理由で断られ、一度も会わせてはくれなかった。そんなある日、俺は実家に帰ってみることにした。家までもう少しというところまで来た時、玄関が開いたのでとっさに隠れてしまった。すると出てきたのは入院しているはずの母だった。母はブランド品を全身にまとい、ピンピンしながら俺とは逆方向へと歩いていく。その後ろ姿を見て俺は確信した。騙されていた。悔しくて家には行かず、そのまま自宅に帰った。しかしそのことを父に言う勇気がなく、俺はその後も仕送りを騙されていると分かっていながら続けてしまった。
そのせいで仕送りと家賃などの固定費を払ってしまえば、手元に残るお金はほとんどない。カップ麺を買うことすらもためらい、丸一日何も食べない日もあった。それでも当然仕事はあるので、空腹で顔色の悪いまま出社する日が続いた。そんな俺の貧乏生活が社長に伝わってしまったのか、ある日の就業後、食事に誘われた。ケン君、最近顔色悪いぞ。顔もこけてきてるし、ちゃんと食べてるか？いえ、最近お金がなくて。なんかあったのか？まさかギャンブルに注ぎ込んでるんじゃないよね？それはないです。だよね。ケン君に限ってそれはないよね。聞いてやるから話してごらん。俺は家族に仕送りをしていることと騙されていたことをすべて話した。そして社長は、実は私も子供の頃に不慮の事故で両親を亡くしているんだ。それからは孤児院で過ごした。そこで私は中学を卒業したら起業して自分の力で稼ぐんだって決意した。私も君と同じように幼い頃から本を読んで過ごしてきたから、出版社を立ち上げることに何の迷いもなかったよ。初めて聞くその話に俺は驚いた。まさか社長も俺と同じ境遇だったなんて思ってもみなかったから。家族のいない私にとって社員は家族同然なんだ。だからケン君を騙したのがたとえ両親だろうが、私はそれを許さない。俺は前々から父親のように思っていたけれど、社長の口からその言葉を言ってもらえて心底嬉しかった。そうして俺と社長は俺の家族に対してある作戦を練ることにした。それから数日後。ただいま。ケン、あんた一体何しに来たんだい？母は驚いた様子でそう言った。そして相変わらずピンピンしていた。母の声を聞いて奥から父も出てきた。俺は単刀直入に、病気は嘘なんですよね。母と父は顔を見合わせていた。だがすぐに母が開き直ったようにして、嘘だったら何？あんたみたいな寄生虫を中学まで育ててやったんだから、その恩返しとして仕送りをするのは当然でしょ。っていうか10万なんて小銭じゃなくてもっとよこしなさいよ。生活を犠牲にしてまで渡していた10万円を小銭呼ばわり、挙句の果てには仕送りやめたら絶縁するからねと母は言った。俺は湧き上がる怒りをこらえ、その言葉が出てくるのを待っていた。わかりました。じゃあもう仕送りをするつもりはないので、絶縁でお願いします。そうあっさり告げると、俺が冗談で言っていないという雰囲気が伝わったのか、母はあたふたし始めた。いやそれはダメよ、この親不孝者が。あんたね、そんなことが許されると思ってるの？その時だった。家の前に1台の高級車が止まり、運転席から男性が降りてきてインターホンを鳴らした。こんな時に誰？母が玄関を開けると、そこには貫禄のある男性が立っていた。どなた？するとその男性は、こういうものですと母に名刺を差し出した。それを見るなり母は、どうぞどうぞと男性を中へと案内するのだった。やあケン君、お待たせ。その男性がそう言うと母は唖然としていた。俺がこんな貫禄のある男性と知り合えたなんて予想もしていなかったのだろう。そう、その男性とは俺の勤める出版社の社長、佐藤さんだったのだ。佐藤社長は、
前置きは時間の無駄なので要件だけを話します。まず今後一切ケン君に仕送りを要求しないでください。そしてもう一つ、ケン君を養子縁組として私が引き取ることにしましたので、ご両親に認めていただきたく本日お伺いした次第です。しかし母は仕送りの件も養子縁組の話も認めない。そんなこと許されるわけないでしょ。一体どこの誰かもわからない人に私の大切な息子を渡せないでしょ。一体どこの口が言っているんだろうと思って俺は唖然とした。そこで俺はズボンのポケットに忍ばせておいたボイスレコーダーを取り出し、先ほどの会話を流し始めた。仕送りやめたら絶縁するからね。それだけではなく、小学生の頃俺を置いて旅行に出かけた際の手紙を卓上に両親に見せつけるようにしておいた。俺が本当に息絶えることを覚悟した、悔しくて今でもずっと持ち続けているあの手紙だ。そして仕送りのことと養子縁組のことを認めてくれないのなら精神的苦痛で訴えますと進言した。それとお父さんがやられている会社との契約も打ち切らせていただきます。そう社長が言うと父の顔が一気に青ざめた。実は父の印刷会社の大口取引先は俺の勤める出版社だったのだ。父も本当に俺に興味がなかったのだろう。今の今まで俺が勤めている会社を知らなかったのだから。私もケン君と同じように幼い頃に両親を亡くしました。そこから必死に努力して出版社を立ち上げ、それなりに成功したんです。私はケン君がまだ中学生だった頃からよくそこにある図書館で本について語り合いました。するとケン君が売れると言った本が次々にベストセラーになっていったんです。私はその才能を最大限生かしてやろうと思い、中卒のケン君を我が出版社にスカウトしました。それくらいケン君には才能があるんです。そんな若い才能をあなた方のような子供を財布だとしか思っていない毒親に潰されては困ります。あの時俺に名刺を差し出した経緯は今まで知らなかった。そして俺に才能があると言ってくれたことが涙が出るほど嬉しかった。両親はそれ以上何も言えなくなり、仕送りのことと養子縁組のことをしぶしぶながら認めてくれた。その後契約を打ち切られてた父の会社は倒産。ブランド品の浪費癖があった母は俺の仕送りがなくなってもその癖が治ることはなく借金まみれになってしまったそうだ。両親がこんな状態だから当然翼も私立の高校に通い続けられるはずもなく退学。中卒となった翼は就活に苦労しているようで、未だにコンビニでアルバイトをしながら生計を立てているという。数年後俺は社長に見出された通りベストセラーを連発する編集者になった。会社も年商100億円を突破し大手出版社へと成長。中卒の下っ端から会社に欠かせない存在へと成り上がり、今では父親となった社長の右腕として活躍している。仕事以外でも社内恋愛をしていた女性とゴールインし、子宝にも恵まれた。この子には俺が辛い経験をしてきた分たっぷりの愛情を注いでやろうと思っている。家族の形とは必ずしも一つではない。俺や社長のように家族を失った人だって存在する。悲しくてしばらくは立ち直れないだろう。当然だ、家族を失ったのだから。しかしそのことが人生の分岐点となり何かを頑張る理由になることだってある。だから立ち直った後の人生では流した涙を糧にして精一杯幸せになるために生きてほしい。両親は
あなたの成功よりも幸せを願っているはずだから。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前が社長になるなら、俺は社員半分連れてこの会社を辞めてやる。母が社長をしていた会社に入社した俺だが、ある日社長である母が突然帰らぬ人となってしまった。母は以前から俺に次期社長になってほしいと言っていたため、俺もそれを受けて社長になることを決めた。しかしそれに反対してきたのが専務だった。脳内お花畑のお前たちだけで何ができるんだ。お前なんかが社長になったらこの会社は潰れたも当然なんだよ。そう暴言を吐いた専務は本当に社員の半分を連れてこの会社から出て行ってしまった。突然のことに呆然としてしまったように見せかけて、実はこの時俺は専務辞めてくれてありがとうと思っていたのだった。俺の名前は深川陽太。両親は俺が生まれてすぐに離婚したそうで、俺は母一人子一人の状態で育ってきた。俺の母親である深川泉は犬や猫といった主にペットを対象にした洋服を企画製造販売をするキルフクという会社の社長だ。主にネットでの販売が主流となっている。母の実家は母が生まれた頃すでに犬2匹と猫5匹を飼っていた生粋の動物好きで、ペットを飼うことが当たり前だったそうだ。小さい頃からそういう環境で動物に囲まれて育ったため、犬と猫が大好きで、さらに洋裁が得意ということもあって、昔から犬や猫に服を作ってあげることを趣味としていたらしい。その趣味が功を奏して母は会社を立ち上げ、今ではありがたいことにキルフクはペットの洋服業界ではそこそこ有名な会社となっている。キルフクは工場で大量生産するのではなく、従業員がミシンなどを使って一つ一つ丁寧に商品を作るというのを大切にしていた。母は社長だったが、自らデザインを考えて作り、それを売ることも多かった。家でも服のデザインを考えたり、試作品を作っていたりもした。そんな母の姿を間近で見てきたので、当たり前のように俺も洋服作りを始めていた。幼稚園の頃にはすでに針と糸を使って布を縫い合わせていた。その度に、陽太はすごいわね、才能あるわと母が褒めてくれるので、俺は調子に乗って何枚も何枚も布を縫い合わせて遊んでいた。小学生になった頃には洋服を作れるようになり、動物のぬいぐるみに洋服を作っては着せて遊ぶ毎日を過ごしていた。母が会社で使って余った布を持って帰ってきてくれることも多く、材料に困ることはなかったのも理由だ。おかげで小学校の6年間、夏休みの自由工作はずっとぬいぐるみの服で、そのうちこだわりの作品と作ることの楽しさに目覚めた俺は、フリルをこれでもかとつけたお姫様スタイルのドレスを作ってみたり、わざと柄物を合わせて目が痛い服を作ってみたりして遊んでいた。さらにうちの家でも犬を飼っていたため、その犬の服を作ってみたりと、常に服を作っている状態の俺。そんな俺を見て母が、陽太はやっぱりすごい才能があるとお母さん思うわ。お母さんの会社を陽太が継いでくれたら嬉しいな。今から手を回しておくわね、と毎回のように言ってくれていたが、いや俺まだ小学生だから、と断るのが俺と母さんの毎回の流れだった。高校になっても趣味はぬいぐるみの洋服作りという俺は、どちらかというとおとなしくて目立たないインドア派だった。ちなみにこの趣味は周りの友達には隠していた。男が趣味はぬいぐるみの洋服作りですというのもな、というのもあり、何よりそういうのが照れくさかったからだ。そんな俺にもなんと最近彼女ができた。彼女の名前は葉山優子ちゃんといって、同じクラスの推しに対する愛が深い女の子だ。俺たちの出会いは優子ちゃんがとあるアニメの推しキャラのぬいぐるみ型キーホルダーを
通学のリュックにつけていたことから始まる。それを落としてしまい、拾ったのが俺だというそこそこベタなパターンでの出会いだった。同じクラスなことは気づいていたので、拾ってすぐに俺は彼女のもとへ。葉山さん、この子落としたよね。え、うわ、本当だ。お死ぬい落としたとかショックすぎて何日も落ち込むところだったよ。ありがとう。神じゃん。深川。そうそう、深川くん。ごめんね。好きな漫画とかアニメのキャラならすぐに覚えられるんだけど。まあ、その気持ちもわかると思いながら俺は、そのキャラ好きなんだ。俺もそのアニメ見てるよ。と言ってみた。すると葉山さんはすごい勢いで、本当？深川くんの好きなキャラ誰？と食いついてきて、それから俺たちはすごく盛り上がり、俺はその時につい周りにほとんど言っていなかった趣味についても語ってしまった。ぬいぐるみの洋服作れるとかめちゃくちゃ器用じゃん。すご、私より絶対女子力高い。ねえ、私どんなのか見てみたい。と言った葉山さんに次の日ぬいぐるみと一緒に見せると、深川くん、こんなの作れるの？すごすぎ！と予想以上の反応をもらってしまった。いや、趣味だからさ。こんなのが趣味とか恥ずかしいけど。何言ってんの？何にも恥ずかしくないよ。むしろ私のぬいちゃんにも作ってほしい。という言葉を鵜呑みにした俺は、本当にゆうこちゃんの推しぬいキーホルダーに洋服を作ってあげた。ゆうこちゃんは、これでもかと喜んでくれ、俺たちの仲は急速に深まっていった。それからもいろいろなことがあり、たくさんの人を巻き込んだり巻き込まなかったりして、結果的に俺と優子ちゃんは、ついに恋人同士になった。優子ちゃんとのデートは、キャラ縫いも一緒が当たり前で、一緒に写真を撮るのも当たり前だ。むしろ風景と縫いを撮るのが当たり前くらいである。優子ちゃんは、俺の作ったぬいぐるみの洋服を全力で喜んでくれるので、こちらとしても作りがいがあるというものだ。キャラモチーフの色で洋服を作ってみたり、そのキャラの好物のビーズを縫い付けてみたり、缶バッジをつけるロゼットをデコりまくったやつもすごく喜んでくれたし、お化けの形をした着せ替えの服を作ってみたり、動物の耳付きのものを作ってみるとさらに喜んでくれた。ゆうこちゃんの SNS には、推し縫いの写真であふれていて、写真に対するいいねの反応が多くあるらしい。見て見てよ、たくん。今日もたくさんのいいねをもらっちゃった。と、嬉しそうに言うゆうこちゃんに、俺もつられて笑顔になってしまうのだった。高校卒業後に、俺は洋裁の専門学校に進学し、そこでデザインや裁縫、洋服作りのスキルなどのことなど、改めて学んだ。そしてこの専門学校卒業後、母の会社に就職した。俺が入社したことにより、母は、ヨウタに会社を継いでもらう夢に一歩近づいて、お母さん嬉しすぎるわ、と抱きしめられたのだが、さすがにこの年齢で母から抱きしめられるのは抵抗がありすぎたので、全力で逃げた。母の会社、着る服には、綿貫副社長と、羽島専務の幹部2人がいるのだが、この二人がとてもバチバチとしていた。理由は経営に関してお互いに全くと言っていいほど考え方が違いすぎるからだ。綿貫副社長は品質重視であり、羽島専務は品質よりも利益というお互いに相入れない考えを持っているのは社内でも有名だそうだ。そんな二人はよく会議中でも喧嘩をしていたそうだが、それを止めてお互いに納得できるような結論に誘導していたのが社長である母だったらしい。あの二人が出席の会議に社長がいなかったら本当に地獄だよ、と教えてくれたのは先輩社員の佐藤さんだ。どうやら母が二人の間に入ったらちょうどよかったらしい。俺が入社した初日、母が、息子が入社したの、といろんな部署を案内してくれた。そこで綿貫副社長、羽島専務も紹介してもらった。ちなみに今年度の新入社員は俺だけだった。二人ともにこやかに挨拶をしてくれ、よろしくお願いします、と和やかな雰囲気で終わったのだが、その数時間後に廊下で羽島専務とすれ違った時に、
よう、親のすねかじりくん。と言われてしまい、俺は思わず立ち止まってしまった。え？お前みたいに見るからに世間知らずな若造に、この会社でできることなんて何もないからな。早く辞めた方が身のためだぞ。は？社長の息子だからって調子に乗るなよ。大体お前、男のくせに声が小さいんだよ。どけ！と言いたい放題言って、専務は最後に俺の肩にぶつかってきて、そのまま行ってしまった。さっきと随分と態度が違いすぎないか？あれが羽島専務の本性ってことか。怖い人だな。まさか入社初日にあんなことを言われるなんて思ってもおらず、専務とはあまり関わらないようにしようと思ったのだった。羽島専務のあの姿を見た後なので、もしかして綿貫副社長もあんな感じだろうかと毎日怯えていたのだが、綿貫副社長は専務とは大違い、むしろ真逆だった。陽太くん、これから社会人として大変だと思いますが、頑張りましょうね。お客様や来てもらうペットの皆さんにも納得してもらえるような商品作りをしていきましょう、と言ってくれたのだ。専務と態度も言葉もあまりに違いすぎて、俺には副社長が神にしか見えず、後光が差しているように見えたものだ。俺もどちらかといえば、利益よりも品質だと思っているので、余計に副社長とは気が合ったのかもしれない。それからは毎日が目まぐるしく過ぎていった。早速先輩と一緒にデザインを考えたり、実際に作ってみたり、糸通しや糸取りをとんでもないスピードで行う酒井さんの技術には驚かされたし、ドット柄が好きな鈴木さんはその柄ばかりで服を作っていたり、木村さんはウェディングドレスのような服を作っていたり、こういうところにも個人のこだわりが出るんだな、なんて思いながら毎日必死だった。母からは、将来の社長期待してるわよ、というプレッシャーを与えられるし、会社や仕事に慣れることに精一杯だったけれど、好きなことを仕事にできているわけなので、俺にとっては楽しい日々だ。別に本当に社長になる気はないのだが、それだけ期待されているのだろうかと思うと気合が入る。休みの日には優子ちゃんと会ってデートをしたり、ストレス発散の意味も込めてさらにぬいぐるみの服を作ってみたりして気分転換をしつつ、相変わらず綿貫副社長は俺を気にかけてくれ、廊下で会ったりすれば無理はしないようにねと声をかけてくれた。やっぱりこの人は神かな。しかしそんなある日、母が突然倒れ、そのまま帰らぬ人になってしまった。会社からの帰り道、突然倒れ、そのまま病院に運ばれたのだが、原因は心筋梗塞だった。以前から肩こりがひどくてね、と言っていて、俺もたまに肩たたきなんかをしていたのだが、それも心筋梗塞のサインだったのだと後から知った。だって母によく凝ってるなと言ったら、まあこんな仕事してたら肩こりなんてよくあるしね、なんて言っていたんだ。だから肩こりは持病みたいなものだと思っていたのだ。俺だって肩こりはあるし、なんて簡単に思っていた。それでも母は目の前からいなくなってしまった。さすがにそれを受け入れることは難しかった。彼女である優子ちゃんも母とは仲が良かったので、やはりショックを受けていた。私も悲しいけど、それ以上に陽太くんが悲しいと思うから、と電話や LINE もたくさんくれ、たくさん励ましてくれた。正直それに救われた部分も大いにある。綿貫副社長からは、陽太くん、さすがにちょっと休みなさいと言われ、俺はそれに甘えることに。会社は副社長や専務、社員たちが何とかしてくれるそうだ。母は突然いなくなってしまったので、何も片付いていない。母の部屋も家の中も全部だ。しかし母の仕事部屋は基本的に母以外立ち入り禁止だった。母曰く、自分にとってちょうどいい場所に物を置いているから、動かされたら困るからとのことだった。でもあの部屋も片付けないといけないよなと思って、
俺は生まれて初めて母の仕事部屋に入ることにした。母の部屋には今まで母が作った作品の数々とまだ未使用だった布やデザインのラフ画などがたくさんあった。普通に母がそこにいそうなのにどれだけ探してもいないのだ。母が使っていた仕事机に座ると本棚のところに紙が貼ってあった。いつか本当に陽太が社長になった時に恥ずかしくない会社にする。母の字でそう書かれていた。それには書いた日付もあり、その日付はつい最近俺が入社した後に書かれたものだった。母さんは本当に俺に社長になってほしいと思っていたのか。正直あれは冗談だと思っていたところもあった。着る服に入社してから俺以上に優秀な人をたくさん見てきたからだ。綿貫副社長は当然はじま専務もあんな態度ながら優秀なのはわかるし、他の社員さんだってみんな優秀だ。それでも母は俺に会社を継いでほしいと思っていたのだ。それなら俺もその母の思いに応えないといけないと思った。次の日俺は早速出社して綿貫副社長、はじま専務を会議室に呼び、お二人ともご迷惑をおかけしましたと伝えた。まったくだ、まだまだ新人がこんなに休みやがってとぎろりと睨んでくるはじま専務と、何言ってるんですか、休んで当たり前ですよ、むしろもっと休んでもらってもよかったくらいですよと言ってくれたのが綿貫副社長だ。今日は幹部のお二人にお話がありますと俺は前置きし、一息ついて俺がこの会社の社長を継ごうと思いますと言った。正直社長になるのは怖いけれど、母さんはそれを望んでいたのだ。俺の言葉に二人は全く違う反応を見せた。綿貫副社長は、はい、それが社長の願いだと知っていましたから、それがいいと思いますと最初に挨拶をしてくれた時のようににこやかに言ってくれた。副社長の笑顔に少しほっとしたのもつかの間、はじま専務は何を言ってやがると大声を出した。こんな若造の下で仕事なんてできるか、世間知らずのメルヘンボンボン息子のくせに。メルヘンボンボン、お前みたいな若くておとなしい野郎が社長なんてふざけるな。そこそこの暴言を言ってくるはじま専務に俺は目を丸くしてしまった。それに綿貫副社長がいさめるように言った。はじま専務、何を言ってるんだ、陽太くんがこの会社を継いで社長になることが以前から社長の夢だったでしょうが。そんなのを真に受けて本当に社長になるとか言い出すのは世の中を舐めすぎだろ。専務、あなたも社長のご意向は知ってたはずだ。どうやら母もこの二人には将来は俺にこの会社の社長を継がせたいと以前から言っていたらしい。そんな実力もないくせに社長だと、いい加減にしろ。はじま専務、副社長の私が認めると言っているんだ。これは副社長の意向として彼を社長に就任させる。さすがに専務も副社長としてのこの言葉には逆らえなかったのか、はじま専務はついに黙ってしまい、悔しそうにうなりながらそのまま会議室から出て行ってしまった。それを見送った綿貫副社長は、では社長、これから頑張りましょうとまたいい笑顔で言ってくれたのだ。俺にも味方がいてくれてよかったと本気で思ったのだった。それから少しして俺は本当に母の後を継いでこの着る服の社長になることになった。その日の朝、俺は社長就任の挨拶を社員全員の前ですることに。これは副社長からせっかくの新社長就任ですからねと断れない笑顔で言われ、俺はギリギリまでスピーチを考えて今日を迎えている。この会社は社員数はそこまで多くはないけれど、やはり何十人という人がいる前に立つというのは緊張する。全員の視線が自分に向けられるわけだしな。それでは新社長からの挨拶ですと
綿貫副社長の言葉を受け、俺の緊張はピークに達した。ひたすら人人人と手のひらに書いて緊張をほぐし、みんなの前に歩いていく。そして俺がその場に立ち、挨拶をしようと口を開いた瞬間、新社長にあんなやつは、俺は反対だと男性の大声が聞こえた。その場がシーンとなり、声の主が俺に向かって歩いてきた。声の主は予想通りというか、はじませんもだった。お前みたいな若造に会社の社長なんて無理だ。今すぐ社長就任を撤回しろ。ビシッと効果音がつきそうなくらい俺に人差し指を向けてきた専務。この人は俺が社長になることの何がそこまで気に入らないのだろうか。はじま専務、いい加減にしなさい。綿貫副社長がやれやれといった感じでそう言った。大体な、俺は綿貫のような品質重視とかいうぬるい考えが大嫌いなんだよ。品質なんかよりどれくらい利益を出すかの方が大事だろうが。はじま、前から言っていただろう。品質にこだわらないと、いくら利益優先で量産しても、品質が追いつかないと何の意味もないんだ。君はまだわからないのか。ああ、元社長の意向とかで息子なんかを社長に就任させるだけあるよな。脳内お花畑のお前たちだけで何ができるんだ。この会社は潰れたも同然なんだよ。俺だけでなく、綿貫副社長にも冒険を言った羽島専務はさらに、お前が社長になるなら、俺は社員の半分を連れてこの会社を辞めてやると言い出した。え？は？俺と副社長が思わず揃ってそう言うと、お前ら行くぞと羽島専務がそう言って歩き出した後、なんと本当に約半分の社員が専務の後をついて行ってしまった。衝撃的な光景にポカンとなる俺と、ま、待て、君たち本当に出ていくのかと焦るように大声を出している綿貫副社長。早く行くぞ、こんな会社とはおさらばだ。専務の後ろをみんながそろそろと歩いていく。俺の先輩の佐藤さんも、優しく指導してくれた鈴木さんも、一緒にデザインを悩んだ山口さんも、糸の魔術師酒井さんも、みんなが申し訳なさそうな顔をして専務と一緒に俺たちに背を向けていた。副社長、陽太君、ごめんなさい。特に俺を可愛がってくれた佐藤さんは、泣きながらそう言って出て行ってしまったのだった。出て行ってしまったみんなを追いかけたい気持ちや、引き止めたい気持ちはあったけれど、こうなってしまった以上、俺にはそれよりも優先することがあるからだ。社長となったからには、この会社と残ってくれた社員を守らないといけないという使命が、俺にはある。専務と一緒に、約半数の社員が出て行ってしまったのは事実だが、俺はこの会社を倒産させる気は一切なかった。人員は確かに減ってしまったけれど、営業ができないほどではなかったからだ。もともとうちの会社はペット用の洋服をたくさん量産するわけではない会社だったので、まずはオーダーメイドのみの受注に切り替えることに。その分、一つの作品を丁寧に作るようにお願いをした。品質の良さにこだわれば、きっと作品の評判が上がります。それが口コミとかで、さらに話題になれば、うちの会社は倒産することはないと思うんです。なるほど。量より質を上げていくということですね。いいと思います。綿貫副社長をはじめ、他の社員たちもその方針に納得してくれ、着る服は改めて、量より質、品質にこだわる、というモットーを掲げることにした。そして綿貫副社長からは、三方よしで頑張りましょうと言われた。三方よし？売り手よし、買い手よし、世間よしの三つのよしという意味です。近江商人の心得を言ったもので、売り手と買い手が共に満足し、また社会貢献もできるのが良い商売であるということです。泉社長もよく言っていました。母も、それいいですね、三方よしの精神。初めて聞いた言葉だったが、
すごくしっくりくる言葉だった。そして俺は、残ってくれた社員のみんな、本当にありがとうございます。母が頑張って経営していた会社を、俺は倒産なんてさせたくないんです。だから、みんな大変だとは思うのですが、ここが踏ん張りどころだと思います。頑張りましょう、とみんなに声をかけ、みんなは、おお、と大声を上げてくれた。俺を含めて社員はみんな残業もたくさんしながら頑張ってくれ。その中でも俺はどんなに忙しくてもこうやって買ってくれるお客様と洋服を着てくれるワンちゃんや猫ちゃんのためにも絶対に質を落とさないようにお願いします。と常に声をかけていた。このオーダーメイドのみという方針はどうやら我が社に合っていたらしく、ありがたいことにオーダーメイドの注文が途切れることがなかった。ペットの飼い主同士でも話題に出ることや、SNS でうちで作った服を着たワンコちゃんの写真がアップされると、その服が話題になったり、たまにオーダーメイドではなく、俺がデザインから考え作った洋服を時間限定販売とゲリラ的に売ってみると、あっという間に売れてしまうこともあった。あの服を再販してほしい、や、今度オーダーさせてください、なんて声もたくさんいただくことも、少しずつ、しかし確実に会社の知名度は広まっていき、ついにペットの洋服をオーダーメイドで作ってくれ、飼い主の満足度 100% の素晴らしい会社としてテレビなどのメディアで取り上げてもらえるようになっていた。ちょっと褒めすぎな気もするが、そこまで言ってもらえるのは素直にとても嬉しいことだ。そうしてうちの会社の経営はまた軌道に乗ることができるようになっていたのだった。そうやって社員一同が頑張ってくれていたある日、会社のドアがバンバンと叩かれたので、何事だと思って駆けつけると、そこには佐藤さんをはじめたくさんの人がいた。佐藤さん、陽太くん、綿貫副社長、と泣きながら会社のドアを物理的に叩いていたのは佐藤さんだったのだ。あの時我が社を辞めていったはずの鈴木さん、山口さんの姿もあった。それは約1年ぶりに会う先輩方の姿だった。みんなを会社の会議室に招き入れ、話を聞くと、どうやらみんな専務に引き抜かれ、うちを辞めた後は羽島専務が作った会社で働いていたらしい。しかしその会社は羽島専務が社長なだけあって、質より量の考えで経営をしていた。縫製の粗悪な安い商品を大量に仕入れ、それに少しアレンジを加えさせ、高額で売りさばき利益を出そうとしていたとのこと。そもそも専務は動物があまり好きではないらしいので、それを着るペットの気持ちを考えていなかったのだろう。実際にその商品を購入したお客様からは、あまりにも粗悪品とすぐに返品されたそうだ。さらにそれを SNS で拡散され、専務の会社の評判はガタ落ち。あまりに売れず大量の在庫を抱えることに。誰からも相手にされなくなり、つい最近1年も持たずにあっという間に倒産してしまったのだという。ちなみに縫製が悪かったり粗悪品だと、ボタンやリボン等の縫い付け方も甘かったりして、ワンちゃんや猫ちゃんの誤飲の原因になったりするのだ。そんなことになったら大変である。陽太くん、本当にごめんなさい。専務に引き抜かれていったみんなが俺に向かって頭を下げてきた。私たち、実はあの時羽島専務にいろいろ言われて、ついていくしかなかったんです。そう言ったのは鈴木さんだった。どうやらあの時羽島専務と出て行った人たちは、専務から、今よりいい給料を出す。確かお前はシングルマザーだったよな。もっと稼ぎたいと思わないか？お子さんお腹を空かせてるんじゃないか？もっとご飯を食べさせたいと思うだろう？なんて言ってはみんなの弱みにつけ込み、どんどんと引き抜いていったらしい。最後まで抵抗した佐藤さんには、俺についてこないとこの会社を潰してやるぞ、なんて言ってきたそうだ。なんて卑怯な最低な男ですね、と一緒に話を聞いていた綿貫副社長も絶句していた。羽島専務は着る服の次期社長は綿貫副社長がなると思っていたそうなんです。そしたら自分が副社長になって
最終的にはギル服の社長になる予定だったとか。だけど泉社長が息子が次期社長にって言ってたのを聞いて、さらに本当に陽太くんが入社してきて絶対に次期社長にするのを阻止してやろうと思ったのだとか。それを聞いた俺は、だから当時専務はあんな態度であんな暴言ばっかり言ってたのかと妙に納得してしまった。皆さん、専務の会社が倒産してしまったならまたここで働きませんか？え、いいの？はい、皆さんがあの時好きでここから出て行ったわけじゃないってことがよく分かったので、実は今別の事業を考えているので、皆さんさえよければそこで働きませんか？やった、ぜひお願いします。社長、ありがとうございます。実はそれを期待してここに来たのもあるんだよね。そうしてうちの会社はまた以前の社員数に戻ることができたのだった。とはいえ、ペットのお洋服事業部ではオーダーメイドでの受注方法は変えず、新しい部署としてぬいぐるみのお洋服を設立することに。これがみんなに伝えていた新しい事業だ。今のご時世、推し活はとてもすごい市場になってきている。俺の彼女のゆうこちゃんも全力で推し活を楽しんでいる一人だ。これまで推しのぬいぐるみに洋服を着せたい人は小型犬用の洋服を買って自作をしたりするしか方法がなかったのだが、それをペットの服と同様に完全オーダーメイドで受注できるようにした。さらに缶バッジなどを飾るロゼットもオーダーメイドで受けることも可能ですと一文を添えれば受注が殺到した。丁寧な縫製とバリエーションのあるデザインにも対応したぬいぐるみの洋服は、推し活を楽しむ人たちにこれがヒットしたようで、大成功を収めることに成功した。ペットの洋服と同じように、これもまたメディアに紹介されるようになり、うちの会社の売り上げはますます右肩上がり。これなら母に胸を張って、母さん、俺、社長として頑張ってるよと言えるかななんて思ってしまう俺だった。あれから始ま専務のことは風の噂程度でしか知らないのだが、結構悲惨な状態になっているらしい。専務の会社は在庫を大量に抱えて倒産したため、借金まみれの状態となったそうだ。借金を借金して返すという自転車操業を繰り返すうちに、借金はますます膨れていき、借金取りに追われる日々を過ごしているとのこと。さらに日本で縫製の労働力を雇えないなら、外国なら雇えるんじゃないかとなぜか思ったらしい専務は、外国へ逃亡しようと空港にいたところを借金取りに見つかり捕まったとの話だ。それからは行方不明だとか、日雇いアルバイトをしているとか、漁船に乗っているとか、あらゆる噂が聞こえるけれど、羽島専務とは二度と会うことはないようだ。社長、あの時専務と一緒に社員のみんなが辞めるのにどうして怒らなかったんですか？え？普通あの時は怒ってもおかしくない状況だったのに、陽太社長は何も言わなかったので、それが今でも気になっていたんです。綿貫副社長から言われたのは、羽島専務が佐藤さんたち社員の半分を引き抜いて会社を去った時の話だ。結局こうやってまたみんなを受け入れていますしね、なんでかなと思ったんです。ここだけの話で正直な話を言ってもいいですか？もちろんこの綿貫、口は固いので。執事のような言葉を言う副社長に笑いながら俺は話を始めた。羽島専務みたいなタイプの人は、母みたいなカリスマ性のある人だからこそコントロールできる人だと思っていたんです。俺のことなんてほぼ初対面の時から親のすねかじりくんとか言われましたからね。我の強い人なんだなって分かった瞬間でした。羽島はそんなことも言ってたんですか？本当に失礼なやつですね。だからこそそのうちなんとなく問題を起こすだろうなとは思っていました。まさかあんなことになるとは思ってもいなかったんですけど。うんうんと副社長はうなずいた。あと専務についていく皆さんの顔を見たとき、なんかすごく悲しそうというか、ごめんなさいって感じだったんです。人が会社を辞めるときって大抵自分の中で納得してから辞めるから
表情的には明るいとかそういうのだと思うんですけど、みんなすごく未練があるというか申し訳なさそうな顔と態度をしていたので、なんとなく専務から何か言われて辞めるんじゃないかなって。おお、鋭い観察眼ですね。いやいや、そんなんじゃないですよ。でもあの専務のことだから会社はちゃんと長続きするのかなって正直思っていました。だからもし専務の会社が潰れたりなんかしてみんなが戻ってきたら、もう一回俺がちゃんと雇ってあげようっていうのはずっと考えていました。そのためにも会社はちゃんと経営しないとなって気持ちもありましたよ。俺がそう言い切ると綿貫副社長はなぜか泣いていた。え、今泣く要素ありました？いえ、陽太社長は泉社長によく似ているなと思って。え、そうですか？はい、人を見る目があって懐が広い、さすが親子だなと思ったらつい涙が。陽太社長、これからも支えさせてくださいね。そう言って綿貫副社長は笑ってくれたのだった。会社を継いでから無我夢中で仕事をしていたら約10年もの月日が流れ、今日は優子ちゃんと俺の結婚式だ。この10年優子ちゃんにはたくさん支えてもらった。俺が仕事に集中するあまり優子ちゃんとの時間が取れない時は、彼女は私はぬいと一緒に陽太くんを応援してるからね、なんて優子ちゃんらしい応援をもらっていた。この10年以上で優子ちゃんの推しジャンルや推しは変わっていったものの、彼女は俺のことをずっと応援して待ち続けてくれたのだ。プロポーズの時も待たせてごめんという言葉が自然と出てきていた。それに優子ちゃんは、これくらいどうってことないよ、推しジャンルに最新情報が出ないかなって待ってる時間の方が長いから、なんてちょっとよくわからない返事をされたけれど、どうやら優子ちゃんが小学生の頃に推していた作品もいつか新しい情報が公開されるのではないかと期待しているそうだ。完全に終わったと公式から明言されていないらしいが、この20年くらい最新情報がないらしい。それはもう終わったと言ってもいいのでは？と思ったけれど、多分これは地雷だと思うので言うのはやめた。しかし優子ちゃんらしい言葉に笑ってしまったのは言うまでもない。そして俺たちの結婚式はぬいぐるみであふれ返っていた。今我が社に勤めてくれている社員全員が一着ずつ洋服を作り、それをぬいぐるみに着せて結婚式会場に飾っている。ペットに服とかぬいぐるみに洋服を作る会社の社長の式らしいね、と来賓の皆さんからも大好評で、俺たちの結婚式は和やかな雰囲気で無事に終わることができたのだった。量よりも品質で勝負した結果、俺の会社の経営はとてもうまくいったと思う。まさに三方よしとなった結果で俺も満足している。商売は自分だけ利益を上げればいいというものではない。売り手も買い手もみんなが満足してこその商売だと思うのだ。これからも俺たちの作った服を着てくれるワンちゃんや猫ちゃんといったペットたちや、わざわざうちの会社にオーダーしてくる飼い主さんや、ぬいぐるみの持ち主の笑顔のために高品質で可愛くお客様が満足してくれるような可愛い洋服を作っていこうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。